ーディー・クインタレリからバトンを受け取って、松田次を今この第6戦鈴鹿サーキットでのレースをモチューローテク GTR が制しました。2021のスーパー GT ラウンド3、鈴鹿300キロはモチューローテク GTR 優勝。そしてクラフトスポーツ2位、表彰台ワンツー、あとはこのリアライズが来れば独占だ。いやー、高星もよくやった。高星 GT500 初表彰台の3位。さあ、そのクラフトスポーツ Z、 前のレースの大クラッシュから乗り越えて、高星千代 GT500 初優勝で第3戦を制しました。カルソニックインパル Z、 2021年第5戦スゴ以来の優勝。